さんこんにちは、オリタニドラムスクールの森谷です。本日は、手足のコンビネーション練習として僕のレッスンで、よくやってることをね、ちょっとサラサラっと紹介させていただきたいなと思います。16ポンプのタカ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 の、音をね一発ずつ抜いたやつ、例えばタカ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 、この一発目を抜いたらウパパパウパパパ、梅干し梅干しウルトラウルトラ、2発目を抜いたらタンタタタンタタトンカツ天ぷらで、3番目ですね、タタタタの3番目を抜いてタタンタタタンタステーキステーキコロッケコロッケ、タカタカの一番最後の音を抜いたタカ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 のタタタンタタタ タンカツ丼天丼全部ちょっと続けてやるとしたら、こうっていうパターンの音が抜けてるところにバスドラムを入れてドパパパドパパパタドタタタドタタタタドタタタドタタタタドタタタド、この、間をね埋めていくような感じ、間をバスドラムで埋めていくっていう練習をやってみます。ちょっとやってみると、このパターンをね初めてやるときは、一個ずつまずはね合わせて入れていけれるといいのかな。一番最初の梅干しやったら足左右左みたいな、こう手順をしっかりと意識して、まずはちょっと一発ずつ狙うみたいな。である程度慣れてきたら手だけのリズムっていうのをしっかりと掴むのが大事ですね。このを崩さずに足を入れてる感じなんですよね。こうこれが足が入ることによってうって止まっちゃうんですけど、例えばタンタカタンタカとか我慢しちゃうんですけど、このタンタタタンタタのねこの手をできるだけ、弾ませておいて、それに対して足入れるみたいな。手のリズムをしっかりと、掴んで、でそれに対して足を、入れていくっていうようなイメージで、練習してみるといいと思います。で、まずは一個ずつね、全部このうたたたうたたたたんたたたんたたたたんたたたんたたかたんたかたん慣れたら、続けていくみたいなね感じでいけるといいと思います。で、それでもある程度慣れてきたら、他の場所にねどんどん移動していくっていうのも、分離の練習になると思うので、そのままタム回しをしていってもいいかもしれないですね。リズムパターンの中でもなんか手足が絡むような瞬間ってあると思うんですよね。こうで手が入ってないところに
足がね、こう差し込んで入ってることっていうのはあると思うので、まあ、ね、フィルをやる、やらない別として、こうやってこう手足を、コンビネーションでね、こう動かせるっていうのは、まあ、非常に役に立つことだと思うので、まあ、ぜひね、チャレンジをしてもらいたいなと思います。はい、そんな感じで本日もありがとうございました。さよなら。